はい、ご視聴ありがとうございます。アグリドキャンカブトムシポーズです。はい、今日もですね、こちらのプリンカップやっていきましょう。これもパプキンですね。パプキンに比べた1月なんで、だいたい8ヶ月オスだと、そうですね、7ヶ月8ヶ月ぐらいで羽化してきますね。メスは4ヶ月ぐらいで羽化しますね。めっちゃ早いです、メスは。さあ、何色ですか。じゃじゃん、グリーン。ちょっと若干赤っぽいグリーンで、大顎シャキーン、かっこいい。あ、ごめん、いい感じですね。美しいや。裏も綺麗。いやー、いいですね、やっぱパプキンは綺麗だ、可愛い。そしてこちら掘り出していきます。でやっていきましょう。これは26羽型です。無事に浮かしてるんでしょうか。あった、見えた。あ、動いてるか。動いてますか。動いてた、よかった。あ、よかった、無事浮かしてた。はい、綺麗なメスです。お、刺さった刺さった。あ、綺麗ですね、ノーマル系ですね。はい、よかった、めっちゃ綺麗に浮かしてました。ちょっと大きいね、うん、なんか大きめな感じの、めっちゃ卵産んでそう、産んでくれそうな感じですね。はい、よかったよかった。めっちゃ元気。うん、掘り出していきます。やっと浮かしましたね、去年の10月なんで。いや、結構経ってますね。やっぱ遅かった分大きくなってると思うんですよね、期待してるんですよ。さあ、どんな子が出てくるでしょうか。すげえすげえ、でかいでかい感じ。あ、でも、あ、まあ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 、まあ期待がね、期待がボーンだったんで、まあでも全然いいですね。いや、うん、いいですよ。やっぱ期間は関係ないのかな。まあ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 、はい、気を取り直して。まあ、落ち込んでいないんですけど、白目ですね。ホワイトアイとかな、ホワイトアイ。痛い、刺さってる。ちょっと外してちょうだい、ありがとう。もうちょっとで水牛だったかな。綺麗、めっちゃ綺麗、この木目調めっちゃ綺麗。ほら、すごい美しい。もうなんかもう本当に色虫みたい、ノコギリなんだけど、虹色とかパプキンとか、もうそんな感じ、綺麗すぎて。ちょっと羽化したてかもしれないですね。いや、いいね、白眼ケット。最後にご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。